対戦よろしくお願いします。お相手の初手が分かりませんが、まあランタンでいっか。今回の新人ターンでございます。頑張りますよと思ったけど、やっぱステルスロック巻くのからやった方がいいと思います。セオリーは守った方がいい。今回の主役はまだ決めてないんだが、ドーンかターンの予定です。エース盤に上取れないのがきついな、あのズガドーンは。それにエースバーンの弱点をつけるわけでもないところがきついですね。よろしくお願いします。わあ、綺麗にはまってんぜあいつ。よろしくお願いします。こだわりを感じるトレーナーカードですね。にしてもこの統一なんでこんなにバーンがきついんだろう。本当に来たよまたまた来たよこいつバーンきついんだって。ダイマ切ってくれよ、頼むから。では力を吸い取らせてもらいます。いきなり火球ぶっ飛んできたらもう死を覚悟するね。いきなりダイマ切るのはちょっとヤンキーすぎるでしょ。その辺はご了承くださいよ。お相手の初手でも変なパーティーに対してはもうバーンでご了承した方が早いってところはありますよね。向こうの動きが気になるが、いきなり切ってきたよ。火球で消し飛ぶのかな私。消し飛んだらさすがにこれ試合ほぼほぼゲームセットではやべえよ。負けたくねえな、負けたくねえな。でも負けそうだなこれ。うわー、耐えきれるか。火球どうだ、私のうつぼとか。ダメです強すぎるわ火力が高すぎる。しかもこいつなんか持ってないな、何も持ってないのか。では失礼、ランタンです。プラン A は崩壊した。であれば電磁波を巻いてプラン B で行くしかねえ。そう、ズガドーンで全てをぶち抜くしかありませんね。うわー、ヒューズドーン、さすがに硬い。やるね。では電磁波、ほらよっと。ここで交代したらズガドンでうまいことやれそうな気もしますがね。ズガドンに戻します。ナックルを受けます。ウィッス動けないのかよ。でね、エースバーンがね、不意打ち覚えてないわけないんだよね。でもさっきそれだったらアーク打てばいいのではって話でもあるんだが、まあ私は不意打ちあると思います。なので戻す。とりあえずダイマ切らせないとね。こいつをむき出しの状態でバーンと対峙させるのは少々危険と。ここで不意打ちがなかったら安心するんだが、跳ねたよ。ダイマックス読みかな。ですがジェット切ってないのがここものすごく幸い。しかもランタンに対して悠長にターンを与えているな。ではそこに対して容赦のない電撃を浴びせてやりましょうか。さすがにこちらの方が早いようだ。大丈夫、飛び跳ねるはほぼ効かない。めっちゃ痛いんだけどほぼ効かないとは。でここで10万見せたらお相手ランドロスいるだろう。釣ってるかもしんねえからな、冷凍にしておきます。どちらにせよ抜群取れるし、向こうは突っ張るのが度安定なんですが、凝ったことしてくれたら刺さるからね。さあお相手はどうする。ここで悩むってのがそういうことなんじゃねえかな。とりあえず適当に殴っとけばいいと思うんだけど。ほら引っ込めた。何出してくんの、何出してくんの。ノーは予想外ですが、これとっとと落ちたいな。超絶チャンス到来ですよこれは。レイビー、ほらよっと。あられが染みて痛いぜ。お相手の装備品は何だ。おそらくあのエースバーンは飛び跳ねると火球と、あとなんだ、まあ何にせよアイアンヘッドとかかな。
電磁波、信号としてもう帰りましょう。絶対レイド、何やってんだお前。早く落ちてあられを利用したいのにな。むしろ困りますね、こちらとしては。食べ残しとあられのダメージが相殺されちまってるので、ここはむしろ辛い。まあ倒せるかもしれないから押していくか。とりあえずレビ PP 増やしておけばよかったかな。ほらよっと、ベール、めちゃくちゃ仕事してんじゃんこいつ。ベール絶対レードってなると草技は入れてないか。倒してやる筋合いもないか。いやでもここまでベールまで張ったらさすがに落としに来るんじゃねえかな。まあただここでズガドンに交代してレード食らったら負けてしまうから、それは避ける。普通にこのまま居座ります。レード当ててくるね。 49% を一撃必殺。ちょっと居座りすぎたからあられがあれだな、足りないな。ではドーン。どっちにしろここでこいつ落とそうと思ったらあれは消さないと無理ですね。バーン、ぶっかまします。確かにオーロラベールは脅威であれば、自らのビーストブーストで特攻を高めてそれでぶちのめしてやろう。参ります。エースバーンは遅い、しかも麻痺して動けなくなる可能性すらある。ここからドーンドーンドーンとぶちのめしてやりましょう。It's show time! いくぜ!バーン!うれ!耐えれるわけなかろう。さあ、日本バレ状態になりました。これで、ビーストブーストも込み込みで、もうすでにベールを張ってない頃の火力に戻りましたね。ちょっと超えるぐらいか。 2.25 倍に弾ですから、やや高いぞ火力が。ここで先にお前が来るか。お相手の残りのポケモン、なるほど、フォローを打つメリットもないな。バーン焼き潰す、いくぜ。うれ、勝てー、やるじゃん。飛び跳ねた。これしびれたら最悪なんだが。これさすがにフォローの方が威力あったのかな。これの 1.5 倍だから200か。大バーンは 1.5 倍の日差しで、あーフォローの方が強いか。まあどっちにしろ落としきれてないんだよな。結果は変わらんてね。さあドーンちゃんの運命はいかに。ここで麻痺って動けなくなったらオッケー、ベールも消えた、ショータイムよし行こうか。シャドボ、びっくりヘッドは反動が痛すぎる。おとなしく落ちてくれよ。行くぜー、ぐる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 ポーン、頭から頭出すぜ。こら運さえ完了。これで我がズガドーンの火力は比類なきものになったぞ。覚悟してもらいましょうか。エースバーンに打ち勝てる技があったら評価爆上がりしそうなんだけどな。あ、こいつは無理ですねこいつは無理ですぜ。ではびっくりおっかなヘッドででっかくやぶっ潰してやるぜ。こちらどうぞ、お手元に。バッカー、やったぜ。対戦ありがとうございました。なんだかんだランタンの電磁波が超絶効いたね。やったぜ。皆さん見てください、エースバーンがいません。バグかこれはバグですよ皆さん。エースバーンがいない、こんな気持ちで戦うの初めて。
よし、行こうか。ゴーン、ターン、ゴーン。違う、ゴーン、ターン、ドーンですね。頑張ります。まあ、先ほどの試合、結局あれなんだよな。S で上からぶん殴られるのがシンプルにきついんですよね。うん。耐久ポケモンが、まあ、カーンとバーンがいるけど、ちょっとわかりやすすぎるよな。うん。あと、S がエースで、まあ、あれだよ。S1 使ってないのはお前の意思だから。最終回を待て。そう、最終回にエースバーンを使うつもりなのよ。そう、締めに暴れるの。それを今から楽しみにしてるよ。このお相手だったらまあエースバーン出すでしょうね。というか今までの試合全試合エースバーン出すだろうね。うん。他のポケモンをだいたい追い風ステルスロックで固めてしまってもいいぐらいだと思う。うん。今から使うのがすでに楽しみで仕方がない。今回はレジエレキに対する対策もありますからね。ご期待よろしくお願いします。さあ、歯車か。髪型的にも何かマッチしているね。ローズさんってギリギアル使ってたっけ。まあいいわ、よろしくお願いします。お相手の初手エレキか。壁張り型の可能性もあるのですよね。ステルスロック壁張り型だというふうにしました。今回は壁張り型だと私はお前を疑っているので、まだランタンは出さない。10万ボルト普通殴ってきたね。そこそこ痛いっていうのが一番迷惑なんだかな。さてさて、ではターンの出番のようですね。これゴーン実質ステロ巻いただけで、これ一番面倒なやつだな。ダイマックスターンを受けるぐらいには使えますかね。はい、蓄電でーす。チクチク電電でーす。ビリジオンくんがいるかな。いや、このパーティーにビリジオン出せへんと思うねんけどな。熱湯大爆発退場もあるか。やけくそ大爆発一向に構わんぞ。レジエレキは何もできないね。逃げてもステルスロックが刺さってレジエレキにとっては結構な痛手となる。なのでこの間に考えておかないとね。ビリジオンが来ることに関してはあまり気にしていない。そこは多分大丈夫です。これもしかしたらね、お相手超高で遅いんじゃなくて回線相性で遅いだけの可能性があります。ちょっと時間かかりすぎてるからな。その可能性を疑ってあんまりこちらも難しく考えないようにした方がいい。ブリザポス、ステロが刺さって痛かろうて、それなのによくぶっこんできたな。やけどになっちまいな。よし、ここで地震を打ってくるでしょうね。ここでこいつをわざわざ出したってことはそういうことだ。やけどが入ってるブリザポス程度の火力ならこいつで受けれる。不一致だしな。馬力当たらないっていう、超絶かわいそう。では力吸い取っちゃいましょうか。変えてもいいぜ。戻ってきた頃ブリザポスにもう未来はないがな。すいさあ、火力がどんどん壊滅的になるぞ。あなたのステータスいただきました。つららばり。うわー、砕けちゃったよ。素早さが上がっちゃったよ。どんどん痛くなるんだろこれ。つうかこれレジエレキより速くなっちまうんじゃねえか。いいぞいいぞ。さあどんどん打ってこいよ。砕けていく。さあ素早さが4倍になりました。いてえいてえいてえ。ちょっと私のサニゴーの鎧はもうボロボロよこれ。まさかの前段ヒットで結構持ってかれたし、草だわこれ。これ使い道あるんだよなこのサニゴーン。お相手ここでわざわざ馬力打つかな。まあそれでもええわ。
うん、それでもいいのでランタン出します。このサニゴーにはおぞましい使い方が残ってるからね。そう、イバンまだ発動してないので出した瞬間3つでぶっかますっていうことができますから。こんにちは。いやいや、つららばり。残念だがこのランタンに対してはダメージが出ない。まあ馬力は決して安定技ではないからな。こちらにはオンバーンがいますし、ここは仕方ないでしょう。ではいたぶったことですし、そろそろ君には退場してもらいましょうか。大魔の切り時と見たね。いや本当にそうか。いや打っていい、行きます。雨であいつを待ち受けるんだよ。行きます。ちょっと切りたいだけ感が否めないが、鳴き声が物足りないんですけど他のポケモンがうぎゃーみたいな感じですよね。ランタン、ふんふん、こっちもスンってなるわ。さあ大ストリームでこちらの技の火力を上昇した状態で次の戦闘に備えさせてもらいましょう。圧倒的体力、そしてレジエリキは出てこない。ダイマ切らずしてこの攻撃を受け止められますかな。おそらく炎タイプがいたからビリジオンはいないだろうしね。お相手の次の手持ち、ここでレジエリキは出せない。蓄電に対してレジエリキはあまりにも無力であれば、残ったもう一体を出してダイマックスで対抗してくるんじゃないでしょうか。そう、ランタンさえ、おっとマジか、お前来んのか。岩刺さってますよ。ではストリーム、壁でも張りに来たかこいつ。そうでもなければ出てきた理由がわからないが、エレキを出した上でどうする。破壊光線やるやん、ストリーム。おうえですが、その程度。そう、レジエレキの火力はあくまでトランジスタ込みの火力よって、破壊光線という超火力技を打ったところで補正がないため非常に弱い。アシレーヌ、こりゃ出したくねえわなさてお相手は草技をお持ちかな。ダイサンダーぶちかました方がいいでしょうね。正直道連れを決めたくはあったが、やりたがりは良くないよね。なのでここは素直に行きましょう。どっちが足速いんだこれ。弱点保険だろうが、こちらにはまだもう一体残ってますから。うわー、どっちだ。こっち、ダイサンダー。ほら勝って、直帰かな。これで眠り状態にはならないフィールドが形成されたが、特に意味はないでしょう。フェアリー、どうやら草技をお持ちでない。もう1ターンは耐えられないかな。さあここでミニサイズになってしまったぞ。おそらく向こうの技が最大火力がそれなのであれば、次もその技を打つでしょう。であればズガドーンがここは丸いでしょうね。こんにちは、ズガドーンです。フェアリー、確かにアシレールの火力は超強力、しかし今一つの相手に対して打つ強さじゃねえよな。ではシャドボ、これでお相手のダイマックスは終了。うるえ、すげえな、結構出すな。こうしてみるとランターンの火力がないだけかなんかすげえ切な気分になってきて。
よし、まあどうあがいてももう何重にもこちらの勝ち筋が広がっているね。そもそもランターンの方が足は速いわけで、しかしせっかくだ、手の内は全部明かして終わりましょうよ。こんにちは。アクアジェット撃ってくるかな。足的には向こうの方が速いからね。では2番道連れうまうまうま、うわそう、残りの手持ちがもう一匹必要ではありますがね、最悪だと思う。絶対的な死をあなたに、そう、最後の歌を歌いな。一緒に行こう。 See you。 対戦ありがとうございました。なんだかんだみんな頑張ったね。うん、誰が主役というわけでもない気がする。うん、みんな頑張ったぞ。